じゃあブルーホースです。ということでね、本日もやっていきましょうか。バイオハザード R4。 ちょっとね、裏で全然ストーリーに支障のない程度で武器商人とちょっとイチャイチャしてました。はい、続きやってもらいましょう。前回ごめんなさいね、ちょっと謎解き等々でグダグダになってしまって、まあいろいろと大変なことが起こってしまったんですが、まあちょっと続きをやっていくということでね、次どね、どんどん進められたらいいんですけど、未だにこうどこ進めていったらいいのか分かってないという状態で、とりあえずボートに乗りましょう。ショーファッションショーということで行きましょう。まあ、こんな僕でもよかったらぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンお願いします。おっさんがねシコシコと、おらあれ、あ、ランカーバスだ、ランカーバス、ランカーバス、あれ、これもしかして無理となると、ちょっとミッションクリアのために、フェイえフェイじわ順調はナイフで、ナイフじゃない、森で刺そうと思っても無理だったもんね。拾える、この状態で。進みすぎ、進みすぎ。早速幸先が良さそうなのに、よいしょよいしょ、あ、拾えた。じゃあブラックバスないかよ、ランカーバスじゃなかったな。少し大きめ、そっか、ランカーバスやっぱあっちだったもんね。あ、違う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 、降りましょう。乗らないと乗らないと、下がります。で、突っ込む。ブラックバス、普通のブラックバスか、普通のブラック、あれ今拾った、あれ、あ、拾った拾った。で、ブラックバスが、これは買っとくか。じゃあやっぱランカーバスはここだね、ここにいるっぽいよね。あれだな、これいける、トゥ、あ、違う、あ、いった、いった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 、いったはいいが、これ拾える、下がります。あー、ですよね、大きいよね。どうしよっかな、あと4マスならんか。ちょっとじゃあ、ちょっと待って、チュンチュン、クラフティング、クラフティングで1回しか、あー、でも素材こっちがあるな、10、いやー、ここはあえてこっちだな、よし、オッケー。で、で、ここが開いたから、開いたけろー。しりしりしりたいな。無理けろ。あ、ちょっと。知ってびっくりひっくり、あと1マス。無理だったねー。どうしよっかなー。そうなると。背に腹は変えられない。これで行きたいところだけど、yeah, got it. よし、オッケー、これだな。ごめんなさい、ちょっと、もうちょっとだけお付き合いを、先にミッションクリアだけしちゃおう。ミッションクリアだけしてしまう。こっちだったら、待ってる。FF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 
すごいなんか左上で、チラ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 と、自動セーブしてた。悪いわね。あ、そうそう、ストック買ったの。これで手ぶれ補正が、ね、できるな。やっぱこれがないとマシンがなかなかね、使えないからね。あ、やべ、コーヒーなくなってる。よし。ふぅ。大きいドア。なんか、バイオビレッジの時からこの大きいドアをふにゅって開けるのがなんかすごいハマってる感じがする、ね。Welcome. よし、OK。What can I interest you in? あ、違う。売却しないと。そうそう。宝石とかもいろいろあるから結構ペセター。いろいろ余るんじゃないか。高くなって。あ、じゃあこれ売っちゃダメよ。まあ売ってもいいか。オッケー。よし。スピネルやつ。そう。で、結構ね、あるからね。まあ、ハーブ、黄色とか買ってもいいのかもしれないけど、まだ何が出てくるか分かんないから、一旦は、そういえばさ、なんか人形を破壊せよとかってあるけど、
これは食いもんだよ。人形破壊せよとかって出てたけど、あ、なんか今なかった。あ、違うわ。単なる SM の道具だったわ。よし、行こう。じゃあ、オープンセサミ。体力の減りもすごい早いもんね。消耗が激しい中華。掘ります。もう一個掘ります。よいしょ。さて、あともう一個。二つの場所を、二つの地点を調査するってなってて、ここで一個手に入れたでしょ？やっぱこっちなのかな？一旦行ってみる？でもここ一回やってみて何もなかったら、あれ？うん。一個やったらなんかもう一個手に入るみたいな感じで、なのかもしれないし、一旦ちょっと収めに行ってみようか。ね。よし。ブン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 。なんか、お尻の乗せ方がすごくセクシーだね、レオナちゃん。あ、いって、あ、壊しちゃった。ごめんなさい。すいません。壊せるんだね。知らなかった。なんか手に入れたら敵が新しく出てくるとか、そういうのない？これ？あ、いけた。で、こっちも、使えない。なるほどね。二つの地点を調べるでしょ？あれ？まだトレジャーがある。あれ？トレジャー拾ったんじゃなかったっけ？まだあんのっけ？あ、やっぱじゃあこっち戻れってことなのかな。一個はだってね、ここで調べたもんね。なんか調べ忘れがあったの。戻ろう。知りたがえるのてっけちゃんマット、あれ、ちょちょちょ、なんで、オッケー、二つの地点ってどこってどこなの。あ、これがあれか、ここだったんだな。なるほどな、そういうことか。武器商人のもと、ちょっと待って、じゃあ二つの地点に二つってどこだ。なんか拾った。じゃあやっぱりあのワンコーをこう打ち滅ぼすのは、あ、ちょっと待って、あれでもここ行ったっけ。あ、調べてないっぽいぞ。なんか樽があった。あった、ここまだ行ってなさけたね。あ、行ってないね。あれ、It's locked. 閉まってんのかい。なるほど、こんな近くにあったのに気づいてなかったんだ。あー、声がするもんね。あー、いえスター、あー、いえスター、みなぎってきた。お顔打っても全然食らわない、強い男。甘い、パッキン。あれ、今の銃声でバレちゃった系女子。あー、イエスター、みなぎってきた。あいって、こいつだからおかしいべっちゅうの。どないなってんの。あー、これでまた首がうにょうにょ出てくるぞ。ですよね、ですよね、ですよね。あれ、いや、ちょっと待って、シンプルに装備外しとるし。Here you go. でーん。いや、なんか、消え方がすごくさ、リアルだよね。あ、なんか、食らってるやつがいる。奥でダイナマイト投げてるやついる？ Not bad, right? OK。あ、インディ・ジョーンズ来た。新作は80歳ですせ。ハリソン・フォードも80なのね。ハリソン・フォードとシュワちゃんはほんと老けないよね。誰もそんな話を。なんだ、いない。
あれ敵の声が消えたぞ。ああ、なるほどね。で、こっちに行けるようになってると。オッケーオッケー。開けてびっくり。玉手箱を。こっちの中ね、樽があったはずなんですよ。それをちょっと取り逃しちゃってるから。とか、これ。あ、救助パスに行けてんの。そうそう、これ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 。ガンパウダー。ガンパウダーはめっちゃ手に入るな。でも素材なんちゃらがないと、S とか L とかがないと、なかなか手に入れられないからね。弾が果たしてこれだけあるっていうのが多いのか少ないのかっていうのがやっぱ1周目だと判断つかないから、どうしてもケチった使い方、戦い方になるよね。いたね。ほら、あ、上にいるな。あ、ちょ待って、あぶね、あ、めっちゃ来てる。違う、あいって、なんだ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 、邪魔、燃えろ、自分で自分で燃え倒ろす。あ、待って待って待って、ウニュウニュしてる、ウニュウニュしてる。あー、なんかでもさすがにもったいない気がしてきたな。ま、毎回する、あー、ありがとう。あ、やばいやばいやばい、すごい投擲力。あ、やばいやばい、お、奥。今回でもあれだね、こいつを攻撃しても大してひるませられてないよね。よいしょ、よいしょ、オッケー、一撃めっちゃ飛んできてる。死体がかきかかわいそうなんだよな。で、上にいるやつを、あれ、あー、ダメだ。あー、こっちから登ってったらいいんだろうけどね。さっき死体がすげえかわいそうなことになってんだよな。2体いる、2体いるわけでもないのか。よし、とりあえず、あ、この黄色マークが気になるぞ。これはでもさすがに今回は特に何かがあるわけでもないだろうな。で、シュワー、ジュンジュワー言って、あ、やっぱでもなんかありそう。自爆した、自爆したね。あれでもなんかある、ほら、上向いて下向いて。ああ、そういうことか。今回もなんかどっかちょっと入るときに謎解きが必要になるってことか、これもしかして。で、よくわかんない、こっち進んで、あ、こっちは来る場所か。で、よいしょ、まだいる、どこだ、フンガー言うてるけど、フンギーでフンガーでフンジョーだ。あれはちょ、しれっと体力がねえのよ。回復しとかんで、これはちょっと見にくいな。おお、元気なおじさんだ。よっと、あー、まだいっぱいいるね。海外っそう。カンプ君、コンプリート。あいって、なんでだよ。あちゃ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 、あちゃ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 。これが結構リアル。オッケー。ガンパウダーを手に入れながら。あ、ばばば。しれっと。敵降りてきた音、聞こえてき気がしたけど、気のせいか。ドフッと。なんか弓矢をぶち抜いている艦長みたいなやつと、あとなんか上とか下とか向いてるやつと、上とか下とか向いてるやつと、あともう一箇所、これが、これがなんか、あの、三日月が上と下両方向いて、あー、ここだね。え？違う。しれっと敵が結構出てくるんだよな。
これと、これと、これだ。あ、いった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 。チーは、取るとさ、うにゅって出てくるんでしょ？廃墟者だ。行きましょう。戻るときにまた敵出てくるとかそういうのはない？ああ出てくるよね。あースコップ、スコップはさ、スコップはさ、そう、人を殴るもんじゃないって先生に教わらなかったかい？どうやらここには無学習者が多いそうですね。と触手やろうか。触手ビッチ、触手ビッチ、あ、下手くそ、触手ビッチ、よしよしよし、これで戻ったら手に入れたらさ、新しく敵が出てくるみたいな、そういうのバイオらしいよね。よし、オッケー。こんな近くにあったんだね。前回パートであんな謎解きとか、謎解きで狂ってるとかやってる場合じゃなかったね。しかもあの謎解きに関してはただの宝物だったっていううちだったもんね。あれはマジでやられたわっていう。あれ、ここで合ってるっけ。合ってる。よし、さあ敵出てくるかな。よし、つけてもらって、あ、いないね。よしよしよし、これ逆だったとかっていうオチはない。ああ、よかった。え？え？鍵じゃないの？あ、オッケーオッケー。ここでの通信、ああ、すごいドアップだったな。I found the key to the church. Copy that. Copy that. Now go get baby eagle. ベイビーイーグル、かわいい。Condor 1 out. よし。よしよしよし、これで教会に向かおう。で、ここで目の前にある武器商人のところから行けるということですね。オッケー。ちょっとこれででもプレイタイムがどのくらいなんだろうな。さすがにプレイタイムが長くなってきてるから、お楽しみがあるのは皆さん分かってるんですけど、一旦ここで区切ってもいいですか。ちょっとそんな勘弁してよっていう方がいるかもしれないですけど、僕結構じらしプレイが好きなんですよ。じらして感度を高めておいて、行くぜって見せかけてもそれでも感度を高めておいて、で最後にグッとやるっていうのがね。Hello, stranger. ああ、どうもどうもどうも。Got a selection of good things on sale, stranger. ここら辺は買ってても損はないんだろうけどな。これはでもいるかもしれない。Well then, happy cookie. Happy cookie. ああ、ないね。ああ、じゃあ皆さん、あの、代わりにって言ったら何なんですけど、あのこれ一回やってくんで、これ一回やってくんで、あの許してください。はい、これ一回で許してちょ。よし、行こうか。さあさあ、ゆっくり遊んでいこうぜ。みんなで一緒に3、2、1。あ、一回じゃ壊せないってのは、あれのことか。よし、オッケー。オッケー、そういうことね。一回で壊しちゃえばいいのね。はい、オッケー。リロードタイム。樽を一発で壊しちまえばいいの。あ。なかなかやるだろう。よいしょ。なんかすごいくるくる回ってんな。ほい、オッケー、スーパーショット。オッケー。ゴーフォータイム。え、なんだ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 。デイビー・ジョーンズも出てくる。あらららららら。デン・ブリアンツ。オッケー。あ、懐かしい曲流れてる。Beautiful。これボ、あ、終わりかい。上の20秒は一体何だったんだ。6802、金トークンと銀トークン、16分の16。あ、自分、あ、なるほどね。
あ、残り時間ってことか、そういうことか、そういうことか。はいはいはい。あー、いろいろやって楽しいな。ついでに回復しとこうか。よし。で、これを手に入れたからこそ、銀が3つ手に入ったから、やってみようか。くるっと回して、チャームが出てくるってことだよね。なんだ。クラフト、ボーナス発生率 15% アップ。ほうほうほう。まあ、ないよりはつけてた方がいいからと思ったけど、チャーム今つけれなかったんだっけ。あ、そっか。セーブデータのところじゃなくてつけれない。そうなの。寂しいんで、ごめんね。寂しいのはわかるけどさ。収録時間っちゅうものがあるんすよ。さーて。いやー、でも名残惜しいな。もっと遊びたいけどな。もっと遊びたいんだけど、俺も。だ、ん、ケースカッツサマーですね。あ、ちょっと左、あー、これドン・ディエゴ、昔のやつじゃん。うわー、エモいっすね。はあ、なるほどね。了解です。まあ、ということで、一旦ここまでにしちゃうと思います。はい。今日もね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。おまけもね、ご覧いただいて本当にありがとうございました。またね、ぜひ明日以降もご覧いただけたらというふうに思います。はい。ということでね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日もお楽しみください。では、また明日お会いしましょう。バイバイ。